皆さん、こんにちは、えー。今日はですね、鎧の紹介を一つさせていただきたいと思います。えー、鎌倉物の二人ではですね、現在、平安時代の大鎧、えー、の遺物をですね、えーまあ、再現というかですね、えー、レプリカを現在作っております。そのうちの一つ、大山積神社の おもだかおどし鎧、えー、あるいはですね、えー、法隆寺ですかね、の急造の、えー、聖徳太子、えー、伝聖徳太子の玩具鎧をモチーフにですね、えー、今回、おもだかおどし鎧を作っております。他の平安時代の大鎧に比べてですね、お、え、ど、ー、しの手法がですね、ちょっと異なりますので、 えー、紹介させていただきます。脅しというのは、まあ、けびき脅しで共通してるんですけども、けびき脅しの中でも2種類ありまして、えー、こちら、この澤田川脅し鎧に関してはですね、縦取り絡みという、えー、脅し手法を用いております。通常、他の平安時代の遺物に関しては、縄目めみになっております。 おそらく、まあ、自分の記憶ではですね、平安時代はこのけびき脅しのみかなと思われます。他の脅し手法、例えばすがけ脅しとかはもっと後の時代に出てくるものだと思いますので、えー、けびき脅しのみかと思いますが、そのに、えー、けびき脅しの中で、これは、えー、縦取り絡みというものでございます。えー、よくね、縦取り、 脅しとかね、斜め脅しって、えー、いう表現をされる方もいますが、まあえー、誤りで、えー、正確には縦取り絡み、あるいは斜め絡みという表記が正しいようですね。異物はですね、耳とが実際こんな耳とではなくてですね、えー、赤糸の、えー、耳と、そしてうなめも赤糸のうなめであると。 いうふうにされていますが、えー、今回はあこのちょっと色のついた耳糸とそしてうなめを用いております色ももうちょっと朱色なんですけどもちょっと、えー、今回は赤に、えー、しました鎧あるあるこれですね一番下の、えー、この赤側で縫ってあります ひし縫いと言いますけども、よく間違えるのがひしとじってね、言う,う方もいらっしゃいますけど、これは正確にはひし縫いでございます。まあ、ひしとじってのはちょっとまた別のことになります。異物に関してはですね、ここのひし縫いに関しても赤、糸が使われてるんですけども、まあ、今回糸ではなくて、革、え、で、ー、縫っております。えー、そして小座ねはですね、えー、っと、 えー、耳座ねと波座ねを用いております。えー、大山積神社のものは、えー、三つ目座ねを用いておりますが、あ今回は、えー、通常の波座ねを,を使っております。でもう一つですね。通常あのケビキ踊しの中でなめですと先に耳とを入れることできないんですけども。 えー、今回、縦取り絡みですので、縦取り絡みの場合はですね、こうして先に耳とを入れることができます。なので、全体的に形が整った状態で、落、えと、ー、しをしていくことが可能になります。えー、ということで、今回は、えー、縦取りの、縦取り絡みのですね、えー、鎧の紹介でございました。えー、通常、こういった動画はですね、 えー、鎌倉鎧かぶと作り教室のメンバーだけにですね非公開の限定公開で配信しておりますが今回は全体公開で一般の方も見れるように公開しております、えー、何かねこれが違うよとかね、えー、なんかご意見もしありましたらコメント欄にどしどし情報をお寄せください あのー、全部独学で作っておりますんでね、あのー、まだまだ、当方もね、わからないことをいっぱいありますんで、いろんな情報をね、いただけるとありがたいです。ということで、えー、鎧作りの一部をご紹介、えー、させていただきました。